題守谷灼熱の雪合戦がこのほど守谷駅西口駅前広場で行われました。このイベントは地元の地域活性化を目的に守谷市商工会青年部が昨年立ち上げ、今回が2回目の開催となりました。この雪合戦は2つのチームに分かれて、敵陣に配置されたフラッグを奪い取るか、もしくは敵のチームのプレイヤー全てを雪玉で撃退すれば勝利となります。当日はあいにくの小雨にもかかわらず、会場ではたくさんの地元の出店やスノーシャワーを集めた雪の遊び場があり、たくさんの子どもたちや家族連れでにぎわいました。始まったきっかけはですね、去年ですね、前部長とあと歴代の部長さん の集まりの中、集まりというか、席の中でこの守谷市のために何ができるかということを話し合いましたがありまして、その歴代の部長の方が、水風船を使って合戦をやったらどうだという話に対して、その前部長が、そうなったらもう夏に雪合戦をやっちゃった方がいいんじゃないかとか、そういう話になりまして、その一言がきっかけで、始まりました。それから、雪合戦についていろいろ調べて、北海道昭和新山などで、そういう国際大会もあるということで、そのノウハウと教えていただきながら、なんとか去年はもう開催させていただくという形です。はい、そうですね、先ほども申し上げましたけど、やはりこの守谷 の活性化ですね、守谷のために何ができ、青年部と守谷市商工会青年部として何ができるか、その思いですね、守谷市の皆様に本当に楽しんでいただきたい、そして本当にその交流を持っていただきたい、そして守谷市そのものが本当に大きく盛り上がっていただきたいと思いまして、この企画をさせていただいております。初日はジュニアの部、2日目は一般の部が行われ、一般の部では埼玉県の羽田支部埼玉が昨年の優勝チームである地元守谷のとりあえずを破って見事優勝、来年2月に北海道で行われる大会に出場することになりました。